はいどうも、えー、皆さんお久しぶりでございます。えー、ジーアンニシュドのグロテスクラジオの時間がやってきました。はいもう一発目でね噛んでしまいましたがね。はいえー、っとですね。まあこのラジオはねまああの毎回言ってると思うけどもまあ我々バンドやってるんですけどもあの自主企画を企画をするときに。 あのその皆さんにあの来てもらうために、まあ、あの宣伝するためにあのこうやってラジオを始めて、まあ、毎年、ねまあ、年に1回はね自主企画してるんで、まあ、今回3回目ですよ。 でまあ,あのこのラジオがね1年ぶりに再開されたということは、まあ、お察しのとおり、まあ、今年もまた、えー、10, 10月に、えー、と自主企画をします、ありがとうございます、イェイ、パチパチパチ、ウィーああのすみませんあの、スタッフの皆さんあんまり拍手しないでください、あ,のあんまり拍手するとそのあなたたちの,このパチパチ音がさあのマ,イクマイクにあの入ってしまうんであの雑音になっちゃうんでちょっと黙っといてくれませんかすませせんんかす本当申しださい。はい あすみませんね、あの、あのこんなねあの、公開収録中にね、こうやって注意するっていうのがね、もう,もうまさしく長渕剛かって思っちゃいましたね。はい。えー、とね、まあそんな感じでね、あの、1回目のね、まあ第3シーズンの1回目の収録収録なんですけども、この1回目の収録、実はね、1回目じゃないんですよ、これ。これ3回目か4回目なんですよ、これ、収録すんの。いや、これ、訳があって、最初収録したのが、 え先月のだから7月末ぐらいかなで収録したんだけどアップするあのタイミングがなくてであんまりお話の中身もタイムリー的なことじゃなかったからじゃあもう一回撮り直そうかなということで,で2回目に収録したのがえ8月のお盆休みが明けたぐらいかなでその時に収録してで今日さあの8月の え、二十四、え、今日ですね、もうまさしく今日でございますよ。ね、あの、編集してね、アップしようかなと思ったんですけども、あの、パソコンの、なんですかね、もう、あの、データっていうかあ、あの、あの、あれですか、あの、メモリーが、ちょっと不調を起こしてしまいまして。あの、データが全部消えてしまいました。はい。なのでね、今回三回目の収録を、さっきやってたんですよ、また昼間に。昼間にやって、よっしゃ、っていう、なんやろ、その、いい感じでやって。 で収,録収録が終わる10分前ぐらいになんか電話がかかってきたんですよ、この携帯に。うんまあ、080からさあの始まる番号でこれまあなんか仕事関係の人かなと思って、あのー、出,た出たんですよ、その電話番号に。そしたら、こちらは、えーえー、っとなんかガスのなんちゃら集、ね、金の,のどうのこうのっていうさなんかすごい音質の悪いさ女性のさ。さなんか あの音声通話が始まってさ、いやもうそれだったらフリーダイヤルで電話してこいよ、もう080から始まる番号でさ来られたらさ、もう仕事かなと思うかてか今日休みだからか,かけてくんじゃねえよ、にもうほんまもう、でそれでなんかもう調子狂って、もうぐだぐだになって、でもう1回収録するってことで、今4回目の収録でございます、えー、っとね24日の、えー、15時21分。 これの3時間後にはね、このラジオがアップされてるんでねさっさとね、編集してえ、ね、え感じしていこうと思います、えー、とちょっとオープニングトークが長すぎましたが、えー、始めようと思いますじゃあやってまいりましょう「ジ・アン・リ n シュロのグロテスクラジオー <music> はい、えー、皆さん、えー、お久しぶりでございます改めましてこんにちは「えー、ジ・アン・ a n シ y s というバンドでギターとボーカルをやってる差し込んというものでございます えー、この、ね、ラジオは、ねまあ、冒頭で言った通おり、ねえー、と自主企画するときだけ、えー、約2ヶ月、3ヶ月ぐらいやるラジオ番組でございましてね,、まあ、あのね皆さん、ね、ぜひ睡眠用だったり、えー、と作業用だったり、ねまあ、そんな感じの BGM として、ね、あのかけ流してくれたらいいかなと思っております。まああのー、自主企画はですね えーっと10月の13日日曜日、えー、京都アフタービートでやります、これはね、まあ、詳細についてはねまたあのーえー、このラジオの終盤あたりでねまた告知させてくださいはいまあそんな感じでねやってくるこのラジオもねついに3年目をね突,突入してまあなんだかんだね、まあ、1年に2ヶ月間程度しかやらないラジオでございますがねまさかここまでね3年間も続くとは思いませんでしたよ第3シーズン。えー、っとね あのー、もうね、普段さなんかもう若手の芸人さんのラジオなんかさ、聞いててもさ、1年ぐらいで終わるのがほとんどのなんだよね、俺の好きなさ、K 多州ステージの所属のイハイっというさ、あの 漫才師がいるんだけどあの人らはさ「オールナイトニッポン ZERO」かな、うん、それをやってたんですけどたった1年ぐらいで終わっちゃってたんであんな面白いラジオでも1年で終わるようなんでまあ僕なんかねもう3年目なんでねあのー、もうご長寿番組となりつつあるんでまあ皆さんねああよかったらね毎週まあ多分自主企画が終わる、えー、約2週間3週間後ぐらいまではね だから11月の頭ぐらいまでね、ラジオやってると思うんで、まあ、よかったらね、あの毎週聴いてください。えっと、毎週土曜日、えっと、夜18時でございます。えー、お楽しみにしてね、我私、差し込んでね、えー、精一杯のねなおしゃべりをしましょうね。はい、えーっとね、そんな感じでね、すみませんね、ちょっとふざけ半分でね、ふざけ半分っていうか、ふざけ全開でございますかね。はい えー、まあねちょっとオープニングトークが長々と喋ってしまいましたがねもうこの1年の間ね結構いろいろ変わりましたよまあねあの今年の1月は能登のね能登半島の地震が起きてでお盆期間中もねなんか南海トラフが来るかもしれないよみたいな感じのねニュースが出たりあとオリンピック、えー、もうねどれもこれもね大変なもんばっかりでございますがね あのね、オリンピックなんか一切見ておりません、はい、もう見てません、もうスポーツなんか興味ない、もうあのプロ野球あの、ね、前回の東京オリンピックはあのプロ野球ですかあの、それだけは見たんだけど、いや本当だね、全然、うんあの、なんか、いい大人した年中がさ、なんかもう、訳も分からず、運動会ってね、もうギャグかよって思いますよね、もうね、それでなんか、 ね、もう国際運動会をや,やるにあたってね阿部詩ちゃんがね批判されてねまああのー、ね誹謗中傷が良くないっていうのをね何回も言ってんのにお前らと来たらよどいつもこいつもね阿部詩ちゃんとか木村花ちゃんにねもう悪口言ってお前たちはそうやって自殺を追い込んであかんねんほんまにまああのー、ね阿部詩さんはあの別に自殺はしてないんであのそこはあのね 誤解を招かないように、ね、してほしいです。まあ、そんな、ね、感じの、ね、社会情勢が、ね、あってで値上げもしてあの社会はいろいろ変わりつつはあるんですけど、ね、うちのバンドはあんまり変わっておりません。あ変わった変わったすみません変わりましたあのメンバーが、ね、1人、ね、いなくなっちゃいました。鍵盤の上原くんが、ね、あの今年の1月に、ね、脱退、まあ、半分解雇だな半分解雇半分脱退でいなくなりました。はいえーまあね、彼は、ね、もう2018年から結成 したた時から、ね、ずっといたんだけどね、まあ、彼がいなくなったことによってね、まあ、うちのバンドどうなるんかなって思ったんですけどね、はい、まあまあいい、ええ、感じで調子いいですわもうなんかメンバーが減ってちゃなちゃうわメンバーが増えてあのバンド良くなりましたねって言われたらわかるんだけど1人メンバーが減って良くなりましたねって言われるのもちょっとおかしな話なんですけどもねまああのね上原君とはね私とはまあ音楽の方向性なんかも全然違うもんですからねはいもうね。 まあ違いますし、あと、なんですかね、やっぱ、ののバンド活動に対する、情熱と言いますか、のの熱,が熱がね、お互い、差がねありすぎてるんで、今回ね、彼が脱退したことによってね、結構、バンドも活性化したと思うんでね、それはいいことだと思ってるんで、なのでね、上原君、本当、脱退ありがとうございました。えっとね もう脱退した後にね、あの冬にキャンプ行ったんですけど、それ以来ね、あの一切会っておりません、えっと、だから7ヶ月ぐらい会ってないんか、はいもう今頃どうしてるんでしょうかね、うん、なんか彼ね、あのツイッターアカウントを作って、なんか、上原涼馬です、元ジ・アンディシドです、MFU スタジオの代表とか、<laughs> MFU スタジオって。 いやあのうちのバンドなんか一応自主レーベルっていう体でやってるんだけどその MFU スタジオっていうレーベル自主レーベルをやってるんですけども彼が代表なんですよ上原くんが。でもう俺我々がするともうそんなレーベルなんかどうでもいいしもうお前が脱退したんだったらもう別に関係ねえからもう関わるのやめてくれって言ったんですけども。 いやお前なんか上原君が、いや、お前、俺と関わりなくしたら、アンディーシュドの,あのキリスト君のアイコン、一切使わせんからなっていうさ謎の脅しをね、いただきまして、だから彼とね縁を切ったらね、うちのバンドの,ねあのツイッターのアイコンにもなってて、ロゴマークにも,もねなってます、キリスト君マーク。 と言いますかあの T, シャツ T シャツにもなってますけどねあれが一切使えなくなるんでだから LINE グループにもまだいるんですよ彼、うん、彼まだいるんですよ LINE グループにだから俺さデモ音源をさいつも送るときさあのなるべくあのー、なんてゅうんですかそのデモ音源は、まあ、あのその今の正規メンバーとだからアナン君と一平ちゃんにあの送ってであのサポートメンバーのひむさんにも送って。 にまあ、それぞれ送ってるんですよ。で、グループラインに送ると、まあ、俺の曲だからいっつも文句言うんすよね、あいつ。うん、もうすぐ文句言う。何も、なんか、いつもなんか同じような曲、ぐちばっかりで、ぐち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 言ってくるんですよ。なんか、あのー、全部同じような感じで、ああだなとか言うんだけど、全然ね、全部別の曲ですからね。 うん、なんかも,もっとバラエティ豊かにしろよとか言うけどさだからだからさそのバラエティ豊かにした結果こんなことになってるんですよだから今までのねバンドだからもういろんなジャンルに手出したからさ方向性もつかめなくてなんか統一性もねよくわかんないバンドになってさもうね上原君が抜けたからねもうジャンルもさもう固定化されたんでねあのー、ほんとよくもいい意味でねなんかもうみんなからさもう。 覚えられやすいバンドになりましたよんともういや本ん上原君脱退してくれてありがとうもう、まあ次ねもう会えるかどうか多分二度と会うかどうかは分かんないけどもねあのあたまにね彼ねあのメンヘラ電話してくるんですよなんかあのなんかやんでるんかしらんけどあいつよくやむんすよね気色あれ男のくせにやむなよお前、えー、くせもうあいつなんかあのなんか精神科に行ってるアピールがマジブやんもうずの昔今今は行ってるかどうかしないけど昔そういうのあってたから うん、なんかね、あのー、別にそんなね隠せばいいもののせいや俺はちょっと体調崩してからライブちょっとキャンセルするわとかさもうあいつのせいで一体何本ライブキャンセルしたかとね考えるとねもう本当に無傷が、ね、走りますよ。というてかもうこれ第三シーズン初っぱなの放送で元メンバーの愚痴ばっかりですね。<laughs> 元メンバーの話しますか今日は、うん、もうどうせもう告知とかもう後半になってからでいいや、うん、っていうのが上原くんっていう子ですわそれがもう今年の1月に脱退してで他の元メンバーでいうとそうだからドクターっていう,、ね、もう第1回目の自主企画の時に脱退した彼でございますがだからあのこの第1シーズンの時のラジオにはまだ彼はドラムを 元気に叩いててまあこれはもうう完全なる方方向向性性のの違違いいですわ <laughs>、うん方向性の違い、うん、まああのー、あれだなまあ、やっぱあのー、上原君とドクターとかはやっぱライブをやりたいっていう人というよりかは作品にこだわりたいっていう人やったんでまあそれはそのやり方で全然いいんですけどやっぱ俺とかはやっぱライブをしてなんぼの人間やと思ってるんでそこからねやっぱ。 あのズレがねあの、なんかどんどんとメンバー間のズレがね、結構でかくなってねあの、どんどんね、抜けていって、もう最悪ね、もうドクターが抜けて、もうドラムがいなくなって、もうどうすんねんっていうね、この時にね、まあ、あの今のね、ドラムのアナン君がね、入ってきて、で、一平ちゃんあの、さっきから一平ちゃんって言って,言ってるけどあの、正規メンバーのオーバン君のことね、あの、オーバン君普段ね、みんなから一平ちゃんって言われてるんで、まあ自分も一平ちゃんって呼んでるんだけど、あの、 だから去年だから2回目の自主企画の,時の年2023年の時はあのー、なんていうんですか仕事の都合でね、あのーまあ、滋賀県から奈良に行ってで奈良から、えーとーね、岡山県に行ってあの桃で有名な岡山県に、ね、転勤しちゃってもうバンド活動できないんじゃないかっていう,いうところまで行ってたんですけど、ねまあ、なんとか、ね、あの体制整えてねあの今年からねもう ありがたいことにねもう彼も岡山県から車で約23時間ぐらいかけてねライブすることができまして今に至りますまあそれでねまあ毎回毎回ねあの岡山からねライブ来るのもあれなんでだから未だにサポートであのひむさんにもちょっとお願いしてるわけでございますはいそんな感じのジアンリー指導でございますがねじゃあここでね1曲ね お送りしようと思います、えー、じゃあこの曲を流そう、えー、ちょっといずれかこれサブスクで配信したいかなと思っております、えー、じゃあ G&D シロの1枚目のシングルにもなってて1枚目のアルバムにも載っております3ピース らは

はいお送りした曲は「ですね3、えー、ピース」という曲でした。この曲ね、ね最近すごいね再評価されてて再評価も何も昔まで全然評価されてなかったんですよ。うん、これ、ラジオでは2回ぐらい喋ったかなマインドバンドの時でもやってたんだけど全然評判良くなくてであの2年前ぐらいまでこのバンドでやってても全然受けが良くなくて。 あの申し訳ないけど捨て曲の1曲だったんですよねもうなんか別に受けが良くないからでもなんか今年になってからねすごい評判がいいっていうかで普段ねこの1枚目のシングル、まあ、CD でまあ1枚300円売ってるんですけども全然売れないんですよでも今年になってね、まあ、ちょこちょこ売れるんですよありがたいことにいやこれ嬉しいっすよね、うん、でなぜ評価されたのかっていうのもあんまよく分かんないんだけどもうん まあ分かりやすいメロディーっていうのもあると思うんだけどそうあだからそうだだからこの間ちょっと話変わりますけどこの8月3日ねアフタービートでねちょっとライブ出たんですけども、まあ、その時はあのデス・ゲイツ松石さんの企画で、ね、あの仲いいバンドさんとかも対談してブルーキーズさんとかソーシャルアンツさんとかね あの今回あの、自主企画に出てくれる二バンドとかもいたりとかねあともう、シアター・カウテットさんとか枯山水さんとかねいろんな方がいてねもういいイベントだったんですよでそのイベントの時にねあの会場内の SE といいますか流れてる曲いろいろ流れてたんですけどなぜかね我々の、ね、この3リーピースが流れてたんですよ会場内に。俺もうそれめちゃくちゃゃくく嬉しくて 嬉しいのと同時にめちゃくちゃ恥ずかしかったねこれがなんかその大物バンドマンの気持ちなんかって思っちゃいましたねいやていうか誰が流してくれたんやろ松石さんかなでも松石さん音源持ってなかった気がするけどなかといってアフタービートのスタッフさん多分誰も CD 持ってなかったはずやしどっから手に入れたんだろうな別にあのサブスク配信もしてないですからねこれ。 サブスク配信はしてないけど、X ってあるじゃないですか、エック、なんかインディーズに特化された、あのなんすかその、無料で音源が配信できるところ、あそこに唯一3ピースだけ流してるんですけども、それなんかな、そっか誰かが CD 買って、うあどうなんかな、いや、でも本当それが謎で、それちょっと、結局、 結局のところはちょっと聞け,聞けてなかったんでちょっとそれ謎のままですね一体誰が我々のこの曲をね会場内に流してくれたのかいやちょっと気に入りはなりますがちょっともしねあの分かる方がいればコメントしてくださいでもねこのラジオねもう誰も見てくんないんでねああのの普段さあの ノートっていうブログ書いてるんですけどもそれはねなんかよくライブハウスでねあのたまにその共通のお客さんとかがねあ「あノート見てますよ」とかさ対番の方もねたまに「ノート見てますよ呼んでますよ」みたいな感じで言ってくれるんだけどこのねグロテスクラジオをさ聞きましたよって,言って言ったことある人ね1回も見たことないんだよねだからここ,このラジオね多分誰も見てないんで。 あのもう俺がここでね、なんか誰かの悪口とかさ、俺がここであのおちんことかおまんことか言ってもね、誰にも怒られないわけですよ。だからもうこんなね感じでね、の多分10月の末までこのラジオやってるんでね、自由奔放にね、やらさせていただこうかなって思ってますはい <laughs> じゃあ、最後にね、いい時間になってきたんで、告知タイムやっていこうと思います。 まあ告知タイムって言っても自主企画の告知しかしないですけどねはいえー、っとですねまああのー、自主企画をやります、えー、っと g アンリ i シュ h のプレゼンツ、えー「精神サーガボリューム3もう3回目ですよ <laughs> 早いっすね、えー、副タイトルは「浦みなほ決起集会2024」そうだからみなほと日,日程がかぶってるんですよはいで日にちは202410月13日、えー、日曜日 えー、オープンは14時、スタートは14時半、えー、と場所は京都アフタービート、えー、と2500円のワンドリンク込みで、えー、と入れますで。ツイキャスも配信予定でございまして、えー、と2000円で、えー、とアーカイブ2週間見れますんで、もちろん生で見れますんで、ぜひコメントも、ね、お願いします。でね、出演者は、ねはい、もう豪華でございます、えーと。ジ・アンディシュロー、えー、ソーシャルアンツ、ブルーキーズ。 ハリケーンユキナガ3、ザ・ラスト・リベリオン、ワンダー、スミッコ・アット・ザ・クラスルーム、アイドル・ビート、オープニングアクトでございますね。以上、8組、過去最多でございます。こんな8組になるとは思わなかったです。もう最初はね、6組ぐらいにしようかなと思ったら、どん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 ,どん増えちゃって、8組になりました。もうこれ絶対楽しいイベントになっております。えっと、次回はね、まあ、ちょっとフライヤーの裏話的な話をしようかなと思います。これ、なぜこういうフライヤーにしたのかというのもねあの、ちょっとね、 気になる人はもしかしたら1人2人はいる可能性はあるんで、まあ、ちょっとそれを話していこうかなと思いますじゃあ今日の大事はこの辺で終了しようと思いますじゃあご清聴ありがとうございました